マニファクチャーデゴブロン、パリ、ゴブラン織とは、フランスのゴブラン工場で製作されたタペストリーである。ゴブラン工場は、フランス、パリ市、13区、地下鉄で、ゴブラン駅の近くアベニューデゴブロン42にある、工場である。ルイ14世以来、王立工場として、王室向けにタペストリーなど織物を生産していた、ことでよく知られる。現在では、フランス文化省の、 国有動産及び絨毯並びに、タペストリーの工場の総合管理所である。工場は、ガイドツアーのために予約を受けて月曜日と、特別な祝日以外の日に週に何度か開放される。ゴブランギャラリーは1937年に、オーギュスト・プレによって、工場敷地内の庭に建設され、フランスのマニファクチュアのタペストリーと、国有動産の家具調度品の美術館として、 提供されている。リアビューオブザ・ゴブラン・マンヤ・ファクテリー、アジョイニング・ザ・ビュール・ラ・リバー、インセ2830。ゴブラン家は染色家の一族で、15世紀半ばに、パリのビエブル・川西のフォーブール・サン・マルセルに本拠を構えた。デス・オブ・コンスタンティーヌ・タペスリー・アフター、A デザイン・バイ、ルーベンス・ウーブン・バイ・フィリープ・メイクト・ハンス・テイン・ザ・コマンズ・ラ・プランシュ・ワークショップ。 1623から1625、1602年、アンリ4世は、フラントルのタペストリー製作者マルク・ド・コマンとフランソワ・ド・ラ・プランシュのために、現在のゴブラン工場のあるビエブル川に隣接した土地をゴブラン家から借りた。1629年に、彼らの息子のシャルル・ド・コマンとラファエル・デ・ラ・プランシュは、当たちのタペストリーの作業所を引き継ぎ、1633年には、 シャルルは、ゴブラン工場長となった。彼らのパートナーシップは1650年に終わり、二つに、分かれた。この早い時期からのフラマンのタペストリーは、プレ・ゴブランを呼ばれることがある。1662年、フォーブール3、マルセルの作業所は、隣接地と共に、ルイ14世の財務総監、ジャンバティスト・コルベールが購入し、総合的に内装用品が生産されるようになった。 ここでは、タペストリーやすべての種類の家具調度品のデザインが、王室御用画家、シャルルルブランの監督下で行われた。彼は、監督、主席デザイナーを1663年から1690年まで、務めた。ルイ14世の財政的な問題のために、1694年に、工場は閉鎖された。しかし1697年には、 王室御用他市のタペストリーの工場として再開した。そこは、工場の創業が中断するフランス革命の時まで、ボーベタペストリー製作所と肩を並べていた。復興世紀のアイダブルボン家は工場を再開させた。1826年、絨毯の生産がタペストリーのそれに加わった。1871年、パリコミューンの乱で、建物一部が消失した。 工場は今も国営工場として創業している。今日、工場は4つの不規則な建物のセットから構成されている。17世紀のものに加えて1871年の火災の後アベニューでゴブロンに面して1912年に W、ジーン、カミール・フォーミッチによって建てられたものである。これらにはルブランの邸宅とベルサイユ公園のブロンズ像の ほとんどを鋳造した時役だった、作業所も17世紀以降の技術でタペストリーを織る、記色器と同様に含まれる。ゴブラン織は今も限られた数のタペストリーがフランス政府の建物を飾るために生産されている。ありがとうございます。